それでは皆さんこんにちは、自動車ジャーナリストの今井裕樹です。今日も前回に引き続きまして、ボルボの中核を担う SUV XC60 の新しいパワートレーン B5 をお届けしてまいりたいと思います。今日は一般道試乗しますので、最後までどうぞご覧ください。そしてチャンネル登録で応援してください。よろしくお願いします。はい、それではこの B5 エンジンの XC60 早速試乗してみたいと思います。今日は一般道です。暑いんですよ。でもね、車はね、かなりクールな感じです。エアコンっていう意味じゃなくてね。外気温36度なんですけれども。ETC カードが挿入されています。さすがにね、北欧由来の風を感じますよ。早速行きますね。はい。そう、このですね、オリフォスの、このシフトノブなんですけれども、ボルボはね、2回引かなきゃいけないんですよ。ドライブに入れるのに2回引く。まあ真ん中にね、ニュートラルが入っているので、まあニュートラル、まあリバース、それからドライブっていうことで、ドライブに入れるときは手前に2回、リバースに入れるときは奥に2回押すという形になります。はい、それでは行きます。はい、まずですね、今回のこの B5 エンジンっていうのはですね、マイルドハイブリッドシステムを搭載したということが大きなトピックスです。で、ボルボはですね、かねてより、早い段階からすべてのパワートレインを電動化するということを宣言してまして、まあ、その辺もですね、かなり、環境コンシャスな、スウェーデンらしいというか、ボルボらしい宣言だなというふうに思っていたんですけれども、まあ、今回ですね、このマイルドハイブリッドシステムが XC60、それから XC90 にも搭載されました。で、私今回はですね、XC60 に乗ってるんですけれども、90の方にも同じシステムのマイルドハイブリッドシステムが搭載されます。というわけで、この大型のね、 PSA と言われている大型の SUV のプラットフォームです。これで全ての、今のところ全てのパワートレインが出揃ったという形になり、XC40 とかに使われている CMA プラットフォームっていうね、小型、まあ小型じゃないんですけど、日本人からすると十分大きいんだけども、まあボルボでいうところの小型プラットフォームの方は、EV までを見越しているということで、まだまだ完成はしてないんですけれども、徐々にね、この電動化っていうことに関しては、モデルが完成していきつつあるということになります。マイルドハイブリッドシステムなんですけれども、 48V のマイルドハイブリッドシステムということで、駆動はすべてエンジンを介して行われます。 EV 走行域がある、まあ、モーターで走るようなところがあるハイブリッド、まあ、例えばプリウスとかそういう車とはまた違ったシステムになるんですけれども、まあ、欧州勢ではマイルドハイブリッドっていうのがね、かなり、ポピュラーな技術にはなってきます。なので、もうすでに 48V のマイルドハイブリッドシステムっていうのは各社ね、結構出揃ってはいるんですけれども、このボルボに関してはですね、ベルトを介して、インテグレーテッドスタータージェネレーターですねとクランクを結ぶマイルドハイブリッドシステムということになり、ここで回線していくんですけれども、その回線したエネルギーをトランクに積んである 0.5kWh のですね、リチウムイオンバッテリーに貯めていくと。で、全ての走行域ガソリンで走るんですけれども、その貯めたエネルギーを例えば低回転域のアシストに使ったりとか、そういうことに使用していくというものになります。だから、まあ、ちょっと静かな走り出しとかそういうことは全然関係なくて、エンジンをね、かけた時から、まあ、エンジンのスタートボタンを押した時、まあ、ボルボで言うと回した時から、すでにですね、エンジンが始動はするんですけれども、この 48V のマイルドハイブリッドシステムを搭載したということに加えて、今回ですね、パワーユニットが第3世代目に進化したんだそうです。で、このね、ボルボは、パワートレインのことを、新世代のね、環境負荷低減型のパワートレインのことを、ドライブ E って言っているんですけれど、そのドライブ E の E は、別にエンジンとか、EV の E とか、そういうことではなくて、まあ、ドライブ E、まあ、エコーだと思うんですけど、その、ドライブ E パワートレインというふうに呼んでいて、で、それが第3世代目に、進化したんですって。
で、この進化幅がすごくて、まあ、旧来の部品から9割以上は新しいものに変わっているんじゃないかっていうぐらい刷新されたんだそうです。例えばですね、シリンダーヘッドと液マニを一体化させて、そこの距離をすごく短くすることで効率化を図っていたりとか、あと、エンジンマウントの最適化を図っていたりとか、まあ、そういう細かいことがたくさん行われているんですけれども、気筒吸収をすることになりました。なので、まあ、クルーズ時とかね、エンジンに負荷がかかっていない低負荷時に関しては、使ってないね、不要なシリンダーを休止させて、燃費にも、効率にも向上させると。あと、ボルボといえば、オートマのシステムが ICAW 製使ってるんですけれども、これも最適化を図られていて、かなりスムーズになったということになっています。ということで、そのパワートレインに関しては、その 48V のマイルドハイブリッド化ということ以上に非常に細かな刷新が行われているにもかかわらず、あまりねこのインターフェースには何もこうインフォメーションがないんですよ。だから多分こういうことをあんまり知らないでパッと乗った人は、あれ？ボルボの車ってこんなに良かったっけって思う。ただそれだけで終わってしまうと思います。それぐらいその技術の刷新がこれでもか感がない、本当にナチュラルなのがまずすごいなというふうに思ってます。もうさっきも言ったけどね、部品9割ぐらい変わってるっていうんで、もうほぼこのパワートレインに関してはその、まあ、ドライブ A が第3世代になったってことはね、他のパワートレインも、自動的にその輪切りのように良くなっていくと思うんですけれども、まあ、このスタートが B5 だったということで、この B5 の質感がすごく良き、本当に良きです。びっくりしたのが、まあ、マウント方式とかね。それから、まあ、この 48V の、マイルドハイブリッドって、エンジンの始動の時にもね、非常に効果的ということでですね、静粛性にも貢献しているということなんですけれども、エンジンかけるじゃないですか。今、信号待ちなんですけど、ちょっと走り出すと思うんですけど、私がブレーキペダルを今踏んでる状態ですよ。これを離したらエンジン普通かかりますよね。アイドリングストップ機構がついてますから。いきますよ。すごくないですか？びっくりともしないんですよ。アイドリングストップ状態から、まあ、自動的にエンジンがブレーキペダルを離したらかかるっていう、システムを搭載した車すごく多いですよね。で、その車をですね、いろいろ乗ってる中で、こんな揺れない車あるって今思ってます。何これ？確かに、そのエンジンサウンドは、グンってその時にね、入ってきはするんですけれども、エンジン振動してるはずじゃないですか。なのに何にも動かない。結構ドキッとするポイントですよ。私はすごいそれに今感動してます。はい。で、そのですね、スムーズさなんですけれども、もちろん走行中もバッチリと活かされています。まあ、48V を搭載してマイルドハイブリッド化されたっていうこと以上に、このジェネレーション3のエンジンがすごいんだっていうのは、いや、わかる。本当にね、サラッサラサラッサラ踏んだ時にじわってこうね、トルクが出ていくところの雑味がないというか、引っかかりがないというか、アクセルを踏んでいった時のね、このトルクの盛り上がり、それからトルクの出方、パワーの出方っていうのが、めちゃめちゃ滑らかなんですよ。で、そもそもまあ直四のターボなんですけれども、2リッターのね。で、この2リッターの直四って、もうちょっと雑味のあるエンジンだと思うんですよね。だったし、ボルボで言っても。だけど、まあ、その低速域からですね、このハイブリッドのマイルドハイブリッドのモーターの足しがあるっていうトルク感、瞬発的なトルク感に加えて、エンジンがすごくよく回るというか、綺麗な回り方するようになったなっていうのが一番の感動ポイントです。本当にワンクラス上がったというか、ちょっと違う次元に来たかというか、ステアリングのね、制御とかもね、とってもシャープになりまして、ハンドルの操作性もかなりね、軽快になりました。すごい軽い。うん。モーターのアシストを得たことによって、すごくトルクが出やすくなったと同時に、やっぱりね、その操作の遅れっていうのが気になってくると思うんですけれども、ペダルフィールも、ステアリングフィールも、すごくレスポンスがいいので、このトルクに負けないぐらいクイックな感じもして、とっても全体的に、キリッと、シャープになった。そんな感じの印象がしています。はい。まあ、さらに言うならばですね、そのシフトバイワイヤと、それからブレーキバイワイヤ
になっているんですけれども、それもさっきのお話のつながりなんですけれども、その操作の遅れがないね、あの瞬発的な操作感っていうのに貢献しているんじゃないかな。私ボルボの、ね、本社のデザインセンターに行かせていただいたことあるんですけれども、その時にボルボのそのデザインっていうのは完全にクリーン、スーパークリーンじゃなきゃいけない、まるでそのオペ室のように、その汚れのないというか、本当にあのクリーンな空間を目指してるんだっていう風にそのデザイナーさんがおっしゃってたんですよね。でそれに対してこれまでのボルボのパワートレインって、まあ、PHV とかそういうのを置いといて、少しやはり野生味のあるというか、そのエンジン味のあるね、そういう操作感が あったなっていう風に思ってた。そこがまあ人間臭さの最後の砦だったのかなという風にも思ってたんですけれども、この 48V の、 そのハイブリッドとジェネレーション3 の、 そのパワートレインを得たことによって、かなりね、そのスーパークリーンな世界観っていうのにどんどん近づいてるような気がしています。だからその操作感とかいうのも人間的な感覚を超えたところにある快適性みたいなところに届いたみたいな、あの煩わしいなと思うようなことがどん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 そぎ落とされているというか、よりね、やはりそのライフスタイルを大事にしたりとか、社内での会話を大事にしたりする人に受けそうだなと思って、あの新型車がね、あの今年はボルボ出ない年ではあるんですけれども、あのこうやってパワートレインが増えていって、そのたんびにそのエココンシャスであったりとか、まあ、環境コンシャスであったりも、そもそもは人コンシャスなんだなっていうことを、本当にあのボルボのプロダクトって優れているなっていうことを改めて、感動した、そんな車になっている気がしています。改めて乗ってみたんですけれども、普通の領域で普通に良くなったってすごい変化だと思います。これもね、スウェーデンらしいというかボルボらしい刷新じゃないかなと思いますのでね、皆さんドライブも期待してもらっていいですよ。ぜひね、ディーラーに試乗しに行ってみてください。さあ、それではまた次回お会いしましょう。自動車ジャーナリストの今井由紀でした。チャンネル登録してね。